ライン停止は、レクサスエルシーの参加動備のみ。トヨタが2023年3月の生産計画を発表した。グローバルで90万台程度。国内約35万、海外約55万の生産を見込むという。1月の70万台程度、国内約20万、海外約50万。2月の75万台程度。 国内約30万、海外約45万と比較して、稼働日数の違いを考慮しても回復する形だ。昨年3月のグローバル生産実績は約87万台だったので、それと比べても上回ることになる。さらに昨年9月に記録した、単月での過去最高となった約89万台を、 超える可能性もあるわけだ。3月の生産ラインの稼働については、レクサス lc を製造する元町工場、少量ラインを、22日水曜日、23日木曜日、24日金曜日に停止するのみという状況。なお、2022年度の通期での生産見通し、 910万台については変更なしとアナウンスされた。トヨタは今回の発表に際し、今後も半導体部品の供給状況を精査中止し、関係各社と協議しながら、仕入れ先の皆様と共に、あらゆる対策の検討を進めていくことで、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、 努力してまいります。というメッセージを添えている。